さあさあ、ね、いよいよ明日に迫ってまいりました。はい、明日ですね。アギーレジャパンの、はい、ウィジンがついに来ました、はい、ウルグアイ戦。うん、今年のねワールドカップはちょっと残念な結果に終わってしまったんですけれども、ね、気持ちを入れ替えてね、うん、進んでもらいたいなというふうに思います。ね、いやもう楽しみで仕方がない。そうですね、メンバーも発表されまして、はい、はい、注目の選手はいますか？僕は鹿島アントラーズの柴崎岳選手ですかね。ミッドフィルダー鹿島アントラーズね、はい、そうですね、この人は期待ですね。本当にね、痩せ箱の7番っていう名前で遠藤選手の後継者ということで非常に注目ですね。運動量もすごく多いようですね。はい、村井さんいるんですか？僕はやっぱ長谷部選手ですね。ただちょっと今回膝の状態が思わしくないみたいで、うん、ちょっとドイツに帰国してしまったんですけれども、うん、またちょっと期待ですね。ちょっとでもあえて今回言わせていただくのはやっぱ大迫選手ですね。はい、高校サッカーの時からね、もう鹿島アントラーズに入ってずっと応援してきました。お前半端ないって、もうものすごかったんでしょうね、きっとフェイントとかがもうシュートが後ろからのトラップとかね、すごかったから相当なもんなんでしょうね、うん、きっと、うん、でね、手元にちょっと予想フォーメーションなんかも届いておりまして、はい、明日の予想フォーメーション4-3-3ということで、4-3-3だそうです、はい、楽しみで仕方ないですね。はい、うん、ぜひ注目ですね。そうですね、こちらに書いてある予想フォーメーション、左から長友、吉田、森重、酒井、細貝、田中、柴崎、柿谷、大迫、本田、予想フォーメーションが出ております。いやボランチあたりがすごい激戦系なので、ちょっとどんな風に組んでくるか、そうですよね、とっても悩むんじゃないかなと思うんですけども、あとはね、スターティングメンバーだけじゃなく途中から入ってくる選手、そうですね、すごく重要になると思うので、ぜひ注目ですね。欲しいですね、新しいアギレジャパン、ブブブみんなも応援してみましょう。いいんですか？いいんです。それでは、はい、明日が楽しみで仕方ない僕ら2人の、はい、YouTube でした。頑張れ日本、バイバイ。おー、日本、日本。